こんにちは。こんにちは。エディオンの島川です。森です。本日はソニーの有機 L テレビ A9G をご紹介したいと思います。まず A9G のすごいところ、一つ目、ミラーリングっていう機能があるんですけれども、森さん、はい、ミラーリングって知ってます？いや、スマホを使って何かをする。そうですね、スマートフォンの映像をテレビに映し出す機能なんですけれども、今までだとクロームキャストだとか Amazon Fire Stick TV っていう端末を使ってスマートフォンの映像を出してたんですけれども、この A9G はそういった機能が入っているので、そういう端末がなくスマートフォンの映像を出すことができるんです。ぜひやってみたいと思います。それではミラーリングやってみたいと思います。やっぱり大画面で見るといいですよね。ミラーリングおすすめです。はい、続きまして A9G のすごいところ2つ目、音なんですけれども、森さん、はい、音ってどっから出てるの？わっしゃからじゃないですか。違うんです。この A9G は画面から音が出て、画面から音が出ることによって今までにない臨場感を味わうことができるんです。2人で体感してみたいと思います。それでは聞いてみたいと思います。森さん、どうでした？めちゃくちゃ臨場感ありました。そうなんです、動画だとなかなか伝わりにくいと思うんですけれども、エディオンに来ていただければ体感体験できますので、ぜひご来店ください。 A9G のすごいところ3つ目、多彩なネットコンテンツ。代表的なところで言うと YouTube、Netflix なんかがあるんですけれども、森さん、はい、ネットコンテンツ見てます？見てます。何で見てます？スマホで見てます。もったいない、もったいないですね。なんと A9G にはこういった多彩なネットコンテンツが最初から入ってますので、お家にいながら大画面でネットコンテンツを楽しむことができるんです。そして A9G のリモコンには Hulu、Netflix、YouTube っていうボタンがもう出てますので、このボタンを押していただくだけでネットコンテンツを楽しむことができるんです。さらに A9G には音声で検索できるボタンがついてるんです。 YouTube で文字打つのめんどくさいですよね。そういった時にこのボタンを押していただいて、 YouTube 何々って喋っていただくだけで簡単に検索ができるんです。それでは実際にやってみたいと思います。森さん、はい、やってもらってもいいですか？はい。本当に簡単にできるんですか？めちゃめちゃ簡単です。 YouTube エディオン、めちゃくちゃ簡単ですね。そうなんです、初めての方でもとっても簡単に検索することができます。エディオンに来ていただければ実際にお試しすることができますので、ぜひご来店ください。今ご紹介したですね、ミラーリング、音、多彩なネットコンテンツ、どれもエディオンにご来店いただければ体感体験できますので、ぜひご来店ください。森さん、 A9G、はい、どうでした？いや、めちゃくちゃ良かったですよ。いや、今回の動画見てこの良さが伝わったかなと思って。いや、もうみんな買いに来るんじゃないですか？僕欲しくなりましたもん。じゃあ買ってよ。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。